小娘、一騎手、どこにいる？痛くねえ、怖くねえ、ほら負けねえ。おバカ野郎が無茶しやがって。お娘、政宗様を信じきれねえか。そうでね、だどもオラたちがやらなきゃ。バカが、農民が手を血に染めてどうする。おめえさんにはそう言われると思っただ。それほどまでにわしが憎いか。おっちゃんじゃねえ、お侍が憎いだ。答え小娘、わしは間違えておるのか。いくら立派な人でも戦はダメダメ。一騎を起こすなどけしからん。お侍だからって威張るんでね。引け、一人でも多く生きて帰るのだ。お姉さん、オラを見逃してくれるだか。運が悪かったんだよ、諦めな。おめえさん、心は痛まねえだか。これだけは言わせてくれよ、嫌な仕事だった。欲しいのはそんな言葉じゃねえんだべ。谷草よ、死を選ぶか、さもあらばある。オラたちは生きてちゃいけないだか。いかにも、民草は御仏のものです。オラたちは人間だ、仏様の持ち物じゃねえ。かつて教えた修行は明かしていないな。とてもじゃねえけど体が追いつかねえべ。焦ることはない、いずれは大人になるのだから。すぐには大人になれないんだべな。一気で死に花咲かすことないだろ。兄ちゃんは知ってるだな、命の大切さを。生きてりゃ米も作れるし恋もできるさ。恋？そんなのオラにできるだかな。寺でかくまっても構わるであるぞ。バレはせんわい。ありがてえけど、オラもみんなと一緒に戦うだ。昨今の子供は肝が据わっておるわい。これもお坊様やみんなのおかげだべ。マロもいずれはそなたのような子を三人ほど。雪だるまは子供が好きなんだべか。そなたくらいの年の子を世話したことがあっての。ならお願いだ、みな仕事たちを救ってくれ。
ナーボール、今日こそ愛を叩き込みます。おめえさんの愛なんてお断りだべ。逃がしません、愛の裁きを受けるのです。なんてしつこいやつだべ、おっかないべ。武士も農民も同じ命には違いなか。じいちゃん、分かってくれるだか。じゃってこそ、刃を持てば等しゅ死ぬじゃ。オラたちも、お侍も、そんなの嫌だべ。おお、ユキンコよ、松と一緒に飯作りか。姉ちゃんには本当にお世話になってるだよ。松直伝の飯か、それがしも食いたいな。味見してくれるならオラとしても嬉しいべ。一気を起こしていると噂に聞きましたよ。うん、それは確かに本当のことだべ。松目はあなたに傷ついてほしくありません。姉ちゃん、ごめんな、すごく心配かけて。はて、農民よ、なぜ牽制に歯向かうのじゃ。辛い思いをし続けてるからに決まってるだ。そうか、民とは小田原だけではないのじゃな。遠くにまで目を向けてけれ、お願いだ。なんじゃ、風魔に興味があるんかね。どんな修行をしてるのかが気になるべ。忍術を気にするとは変わった子供じゃの。大きくなるには修行が一番って教わったべよ。ゲスどもが我に挑むか、身の程知らずめ。おめえさん、米さん亡くなったらどうするだ。米がなければ麦を食べるがよかろう。苦しむ農民のことも少しは考えてけろ。弱き農民よ、その手を二度と血に染めるな。染めさせてるのはどこの誰だと思ってるべ。全ては我に任せておけばよいのだ。下がれ。おめえさんなんか信じねえ、信じねえぞ。一気か、大それたことを考えたものだね。泣いてばかりじゃ世の中は変わらねえべ。そうだね、まったくだ、僕もそう思うよ。兄ちゃんも本当は泣きたいんだべな。なあおめえ、蘭丸って知り合いはいねえか。あれ、おめえさん、あいつの友達だべか。友達ってか、まあ会えば話はするな。つ
おめえさんもいたずら坊主か。げっ成敗。10万の兵などと意気がっては見たものの、しわ寄せを食うのは米を作る農民だべ。忠勝よ、わしは間違えていたのか。もう少しだけやり方を見直してほしいだよ。どうしたおさらごよ、言いたいことは言うがよい。姉ちゃんを泣かすのもいい加減にするだ。違う、それは一の気がもともと弱すぎて。兄ちゃん、言い訳は男らしくねえだよ。あなた確か大人になりたかった子。おかげさまで少し成長できた気がするべ。健やかなのね。そう、羨ましいわ。そのお礼だべ。オラでよければ話聞くだよ。虫をいたぶるのは手軽さが美点です。おめえさんもオラも同じ一人の人間だべ。私もあなたもきっと人ではないのですよ。何、震えてしまうべ。これが邪悪。おい、ガキ、母ちゃんはどうした？母ちゃんは、オラの母ちゃんは、あった、泣いた、泣かした。ガキは苦手だ。向かえば気が済むか。魔王、今さらおめえさんに言うことはね。おう、ようやくにして武王わきまえたか。魔王が狂わせたものすべて育て直すだ。待つから聞いてるわ。頑張ってるみたいね。姉ちゃんたちには感謝してもしたりねえだ。それは私もよ。あんたのおかげで蘭丸くんも。子鬼がどうかしたべか？聞かせてほしいべ。いただきまーす。いただきまーす。悔しいけどこの米がうまいんだよな。米のありがたみがわかったなら嬉しいべ。